まずはお名前をフルネームで教えてください。青のむつこです。所属店舗を教えてください。新宿東口です。試合の感想を教えてください。いや、勝ててすごい嬉しいです。今後の目標を教えてください。練習を続けてもっと上手くなることです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まずはお名前をフルネームで教えてください。滝沢俊哉です。所属店舗を教えてください。那須西葛西ですね。試合の感想を教えてください。いや、もっと精やってやりたいのと、C クラスが3戦しかできないじゃないですか。なんで、次 C クラスで70キロで、なんか8人トーナメントとかやってくれたら絶対優勝するんで、ぜひやってほしいですね。お願いします。今後の目標教えてください。とりあえずどんどん経験積んで強くなりたいです。それだけです。ありがとうございます。ありがとうございます。まずはお名前はフルネームで教えてください。長山成美と申します。所属店舗教えてください。中野道場です。試合の感想教えてください。初めての試合だったのでとても緊張しました。今後の目標教えてください。もっと強くなって、もっと綺麗な勝ち方したいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。まずはお名前をフルネームで教えてください。阿部咲希です。所属店舗教えてください。所属は、新宿です。試合の感想教えてください。いや、頭痛いですね。今後の目標教えてください。今後はちょっとプロになって目指します。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。まずはお名前をフルネームで教えてください。横山幸太です。所属店舗教えてください。津田沼です。試合の感想を教えてください。練習通りの動きがあまりできなかったですね。今後の目標を教えてください。そうです。またトリカツファイトあれば出たいと思うので、また練習頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。まずはお名前フルネームで教えてください。壁島ゆうきです。所属店舗教えてください。ファイトフィット池袋西口です。はい、試合の感想教えてください。全体的に冷静にできたので、練習通りなことも出せたので良かったと思います。目標教えてください。今後はインストラクターの大野さんを倒したいです。絶対倒します。絶対倒します。まずはお名前をフルネームでお願いします。はい、大町祐介です。所属店舗教えてください。所属は六本木です。試合の感想教えてください。いや、疲れました。思ったよりも。今後の目標教えてください。そうですね、今後ももし出れればまだ挑戦していきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。まずはお名前をフルネームで教えてください。宮城正です。所属店舗教えてください。錦糸町です。試合の感想教えてください。倒しに行ったんですけど、ちょっと長引いてしまったので、そこが課題です。目標教えてください。トリカツファイト以外にも出てどんどん活躍していきたいです。ありがとうございました。お名前をフルネームで教えてください。福丸康弘と申します。新橋の所属です。試合の感想教えてください。精一杯やったので、ちょっと途中経過あんまり覚えてないのが正直なところなんですが、いろんな人に応援をいただいて、練習もいろんな人に支えていただいて、勝てたかと思っております。今後の目標教えてください。はい、もともとダイエットで始めた競技だったんですけど、こうやって試合も出させていただいてて、今後も継続的に参加、試合とかも参加しながら勝ちを重ねられたらなと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まずはお名前をフレームで教えてください。大石良人です。所属店舗教えてください。大宮東です。試合の感想教えてください。今までいろんなインストラクターに教えてもらったおかげと、あとここまで応援してくれたり、一緒に戦ってくれた仲間に感謝の気持ちを伝えたいと思います。ありがとうございます。今後の目標を教えてください。また出て勝っていきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。まずは
はい、時計師ゆうきです。所属店舗教えてください。綱島です。試合の感想教えてください。いや、相手も強くて頭真っ白になったんですけど、勝ってよかったです。今後の目標教えてください。そうですね、いや、トリカツファイト2回目なので次また3回目出て勝ちたいなと思います。ありがとうございました、はい、まずはお名前をフルネームで教えてください。はい、春花優太です。所属店舗を教えてください。十ヶ丘です。試合の感想を教えてください。そうですね、結構落ち着いてきたかったんですけど、気持ちが出過ぎちゃって勢いよく行き過ぎちゃいました。今後の目標を教えてください。やっぱ B とか A とかクラス上げていきたいな。ありがとうございました。おめでとうございます。まずはお名前をフルネームで教えてください。はい、富澤達馬と申します。所属店舗教えてください。中野です。試合の感想を教えてください。感想、疲れました。対戦してくれた山下選手に本当に対戦ありがとうございました。お伝えください。今後の目標を教えてください。また次勝てるように頑張ります。ありがとうございました。はい、お願いします。まずはお名前をフルネームで教えてください。西川和也と申します。所属店舗教えてください。ファイティングラボ赤羽ですね。試合の感想を教えてください。いや、試合の感想は結構相手もパンチが重くて結構もらったら危ないなと思いながらちょっと警戒しながら戦ってたんですけど、その分ちょっと手があんまり出なかったかなと思います。今後の目標を教えてください。どうですか、またやっぱり試合があれば参加させてもらってもっとうまくなれればなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。